こんにちは。しゃべくり料理です。今日は3月29日金曜日。今日もね、ちょっとここからさ、用事に行ったり、夕方さえには病院に行ったりするから、バタ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 。パッと晩ご飯作ろう。じゃあ始めよう。いやー。今日は右手でした。今日のメインはね、手羽元と卵の照り煮と、あとはね、副菜は大根とちくわの煮物と、ミニトマトとナスのカルパッチョ風。でね、家事しながらまた、ゆで卵は湯がいてた。ほんで皮までずるっと剥いてた。大根からしようかな。昨日のさ、しゃべくり料理の中で私がほら、背中が超痛い痛いって言ってたじゃない？だからやっぱね、背中、そうそう、背中はさ、いろんな病気の前兆だったりするから、続くようなら病院に行って、ね、っていうコメントがやっぱ多かったのよ。で、私もね、検索魔というか、まあ、検索魔よね、すぐ調べるからさ、背中の痛みでさ、心筋梗塞とかさ、やっぱほら、大動脈解離とかさ、いろいろまあ、見たのよね。あと、なんか、石がどうこう。石炭石何石がなんとかって書いてあったりしてさ、まあ、いろいろ調べてたのよ。でもね、まあ、続くようならほんと病院に循環器内科かなとか思ってたのね。怖いじゃない？心筋梗塞ってさ、まあ、心筋梗塞じゃだけじゃないけど、でもね、治ったからね、よかった、ほっとしました。でさ、私は背中イコール、なんだっけ、心臓とか、そっち系かなと思ってたら、コメントで教えてもらったのが、くも膜下出血もね、背中が痛かったんだって、前兆で。でね、経験した人からね、教えてもらった背中の痛みは怖いよって、くも膜下の時に前兆で、背中の痛みがあったって言われてさ、もうね、やっぱ怖いよね。なんかさ、特に私たちの年齢からってさ、いろんな病気っていうのかな、そういうのがね、出てきそうだしさ、怖いからさ、あ、そうなんだって。ほら、くも膜下とかは、あれなんだよね。私はさ、昔、友達だった人のお母さんがくも膜下をしあったんだけど、なんかその金属バットかなんかでか頭をこう、ガーンって殴られたような痛みがするっていうのを聞いたのよね。でさ、やっぱ、ね、怖いよな。心臓とか、頭、うちの母もだったけど、ほら、脳梗塞とかもさ、結局さ、血栓が心臓で詰まれば心筋梗塞、脳の血管で詰まれば脳梗塞なわけじゃん。だからやっぱね、もう自分たちは、特にそういう年頃って、に来てるかもしれないなと思ったら、やっぱね、怖いなと思った。だからね、ほんと、まあ、肩こりだったんだろうね。私ほら、いつも首こり、肩こり、まあ、すごいのよ。だからね、それだったのかしら。でね、一応ね、血圧もやっぱさ、測るじゃない？私はね、もともと血圧は低い方で、でもね、やっぱね、ほんと、気をつける。その前兆を知っとくに越したことないからね。で、大根から炊くね。水が100。大根も美味しいからね。で、お味噌汁は、チンゲン菜とかにしようかな。チンゲン菜が一株つよね。こう、ボーンって残ってるしさ。今何入れたっけ？水か。水入れて、和風だし。小さじ半分ね。ピヨロロロロン。で、私はね、いつものことなんだけど、ほら、基本がズボラじゃない。だから大根も下茹ではしないんだ。で、砂糖が大さじ半分。よいしょ。砂糖、半分ね。で、
薄口とみりんが大さじ1ずつ。またいつもの絶壁タイムだった。薄口、ドボ。で、みりんね。よいしょ。みりん。よーし。たらもうあとはこれを火にかけて、炊くだけ。美味しいよね、ちょこっと煮物があればね。やっぱりいつも作っちゃうな、なんかしら。で、これ、またね、ナス。今度のね、ナスはね、やせっぽちのひょろひょろひょろーんとしてる。で、これは多分、昨日だった、いつだったかね、お弁当に使ったやつの残りだね。よし。ナスのカルパッチョ。ミニトマトとナスのカルパッチョ風ね。でも今日はさ、夕方おそらくバタバタして、帰ってくるのが遅くなると思うんだよね。初心だしさ、よいしょ。通勤ラッシュに引っかかるしさ、あらま。帰ってくるのが遅くなると思うから、わーわーわー思うからも、パパッとほんと簡単に作ってからじゃないとさ、気が気で並んじゃんね。晩ご飯がなかったら大変だから。よし。で、ナスはいいし。あ、ちょっと。フライパンをぬくめておこう。よこしょ。あらららららら。ガン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 。ガン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 。いつものことだけどさ。よっしょ。ナスはもうだいたい1センチ幅かな。1センチぐらいの幅にね、切ればよし。ちょっとここはね、こっちの方は太かったんだけどね、こっちは細くてひょろーんとしてる。この前さ、ナスの中華和えを食べたじゃない、食べたじゃないって早く使わないとちって。そしたらね、カルパッチョが今度食べたくなって。これもうまいもんね。私ね、好きなのよね。昔はナスって嫌いで食べれなかったけど、いつの頃からかナスが美味しく感じるようになった。不思議よ。食の好みも変わるちゅうの。でもね、私ほら中高年になってもさ、やっぱ魚はね、苦手で肉の方が好きなの。だからさ、もう年齢いってから、肉が食べれなくて、魚とか中心、魚中心の食生活になったっていう人がね、羨ましい。もう私はいつまで経っても肉食派。あれみたい。なんか、なんとかザウルスって恐竜みたいだけどさ、肉が好きだなぁ。で、このさ、ナスを焼いてる間にいろいろまたしよう。オリーブオイルが大体大さじ、大体でね、もうビロンって。ナスを両面さ、また1分半ずつ焼いとこう。よし。あいよ。でね、昨日はさ、雨降りさんだったけど、今日はね、日が照ってきてね、とても天気がいい。やっぱね、どうもこうもね、桜はおそらく鹿児島の方はね、今週かな？どうなのかな？私がニュースとかテレビとか見ないからよくわかんないけど、桜の名所のところにさ、交通規制が入るちって防災無線で言ってるから、やっぱ今週なのかどうなのか、そこの公園の桜はもうね、散って枝になってる。枝。葉っぱ？枝と葉っぱになってるけどね、見たいけどさ、この、やっぱさ、みんな、痛かった。みんな一緒でさ、この時期っていうのは駐車場も激混みするじゃない？駐車場に入れるまでにさ、時間もかかるし、これは無理やり入れましょう。時間がかかるしさ、混むのよね。どっか無理やり入れ、こう、まあ、この辺に行こう。横からも火は入るから。だってね。よし。そしたらこれを1分半。はい。で、ニンニクからみじん切りしとこうかな。ニンニクからみじん切りしといて、
ミニトマト、よいしょ。あらあら、なんかバツバツ。あら、バツバツ。ニンニクは2つでいいか。これ、細いからな、でも。ちっちゃい。外れねえな。よいしょ。2つ。3個入れたいけど、とりあえず2つでいいや。あいた。ニンニクの場所をね、また元に戻した。やっぱね、この、シールドのところに入れとく方はさ、包丁どこやったっけ？あ、あったわ。シールドの方に入れとく方が、持ちがね、いいからさ、やっぱ戻した。ビールのところのさ、うちのさ、冷蔵庫のシールド、何？シールド室は、ビール専用、はい。はい、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 はい。ビール専用、うるさいな。もう、今虫言ってたのに、はい、まだピピピピピピって言うから裏返す。はい、たたたた。こうして。よいしょ。このカルパッチョ風めっちゃ美味しいのよね。ドアーイ好き。うちのほら、チルド室はさ、ビール専用になってるのよね。あそこのチルド室でキンキンに冷やしたビールがうまいんだ。だけど、そのビールの一部をね、借りて、ニンニクの場所を元に戻した。じゃないとね、シワシワにさ、シワクチャラになっちゃうのよね、すぐ。ね、無理やり詰め込んだけど、ほら、隙間が空いたよ、ここの、ヘリ中のこの、ふっちっこにいる人たちにもこっちに来てもらおう。あら、ひっくり返らな、ならない。もう、よいしょ。よいしょ。このね、縁のこの人たちもこっちに来てもらおうか。このニンニクの皮がピロンって綺麗く剥けなくて、ちょっと今イラッとしてる。ふふって。もう、ほんと剥けない。この薄皮はこんな残って、あ、下打ちしてしまった。このね、下打ちしてしまうけどさ、私の日常がこんなあるからさ、もうそこはね、温かい目で。いつもチェッチェッチッって下打ちばっかりしちゃうのよね。いかんよね。でももう無意識に出るんだもん。腹向けないわ。あとちょびっとなのにもう、早くしないと思う。早く。よっこらせ。ただもうこれね、包丁の腹でせーの。よしよしで、潰して、これはね、まだお若いニンニクだから、目中目もないね。ここにあったから、ちょっと、ここのちょびちびちびっちゃいのを取ってぽい。でも、粗みじん、ざっくり粗みじん。もう、なんていうの、私がさ、切ってるのはさ、あーはいはいはい。もう、フライパン止めとこう。あら？私が切ってるのはもうただ潰してザーって切ってるから粗みじんにもなってないけど、全然大丈夫さ。うまいからな。あら、ここに、ね、目があった。あら、取れない。爪を私深爪するからさ、深爪しないと。ちっちゃい頃からの癖よな。深爪もね。もう、切って数日間は物をつかみにくい。よーし。で、ニンニクをちょっと、ここに、あ、いた。片隅に置いといて、で、お味噌汁はさ、舞茸をちょこっと使って、舞茸をちょこっと使って、チンゲン菜とかも入れて、何してる私。これをなんでこっちに置いた？たまにね、不思議な動きをする。よいしょ。この前私はトマトを買った時には私の好きなベリートマトがなかったのよね。でもいつだったっけ、お父さんと買い物行った時にさ、ベリートマトを見つけたから、また一パックは買ってるけど、こっちのカゴメトマトから食べてしまわないとさ、お味噌汁、チンゲン菜と舞茸と、えのきも入れたいな。えのきを早く使った方がいいな。いつ買ったっけ？
買ったか、いつ買ったかな、覚えてないな。イエス。でも今日は本当に天気が、気持ちがいいほど天気が良くて、やっぱ、このさ、お日様が出るってありがたいよね。日が出てるだけで気分がいいじゃないね。よし。んで、もうさ、29でしょう。来週の月曜日からさ、4月1日だってよ。早いね。よし。もうあっという間だがね。あらま。ポン酢が、足りるかな？ポン酢が大さじ3、1。あ、ギリかな？ 2、あら、ほんとギリかな？ 3、あとこんだけスズメの涙残った。ポン酢が大さじ3。入れ。よいしょ。そして、オリーブオイル。大さじ1。で、ぐるぐるしてさ、さっき焼けたナスを、このナスをね、あ、また先っぽを持つと痛いから。先っぽじゃない、奥を持ったら痛いからだった。で、このフライパンはさ、手羽元を焼くときに、どうせ一回じゃ焼ききれないから、使っちゃおうかな。あ、あらやだやだ、あらやだ。落ちちゃったよ。よいしょ。あっつ。あっついわ。もったいないから入れちゃうけどね。これね、ナスからざっくり混ぜればさ、ナスがまだ熱いから、味の入りがいいからね。よいしょ。よいしょ。そしてミニトマトをこっからもう、ドボンって入れよう。で、これは、おっきなタッパの方がいいかな。よいしょ。このさ、カゴメトマトはさ、赤じゃなくてね、オレンジ色なのよね。お弁当にも入れてるけどさ。でもやっぱこっちのトマトより私はあのベリートマトだったかな。トマトベリーだ、トマトベリー。トマトベリーの方が好き。これはちっちゃなタッパでいける。あ、いいや。ちっちゃなタッパに無理して入れて、またジャバって汁が溢れたら、キャーってなるから、最初で大きいのに。あ、さ、せーの。入れとかないとさ。あれ、なにこれ。なんか今携帯が変なのが出てた。よし、これでね。ミニトマトとナスのカルパッチョ風もできた。あら、私、大根は火をつけて、タイマーもかけなくて忘れてたけど、今どれぐらいになるんだろう。ちょっとちら見してみよう。あ、まだ炊いていいな、まだ。白。もうこのまま入れちゃおう。よいしょ。で、ちょっと一旦ここ洗おうかな。でさ、時々さ、魚料理もみたいってね、リクエストをもらうんだけどさ、うちね、みんな魚より肉が好きだし、あんまりしないのよね。昔はさ、カジキマグロとかが安かった頃、最近カジキマグロの切り身を見ないのよね。カジキマグロとかが安かった頃はさ、ガーリックステーキにしたりしてね、食べたりしてたんだけども、最近なかなか見なくてさ、いや、まあ、魚はほら、好きじゃないでしょう。だからね、魚を食べるって言ったら、まあ、ブリの照り焼きとかさ、なんだっけ、あとはもう私は鮭が好きだから、鮭とか。で、鮭も好きなんだけど、やっぱ食べた後さ、冷え臭いの、口の周りが。なんか、猫になった気分？口の周りが魚臭いじゃない？ほんでね、やっぱ肉の方がね、食べたって感じがするわけ。だからほんと魚をあんまりしないよね。ほんと肉食家族。
魚はね、なんかね、つまみにちょこっとほら、干物を食べたりとかさ、ホッケを食べたりとかっていうのは好きだけどね、ご飯のおかずにね、の時にはなんていうのかな、あんまり好まないな。本当はね、魚もなんかいいんだよね。D なんとかっていうのがいいっちゅうよね。D なんだったっけ ?DHA?DHA って化粧品かな、わかんない。D なんとかっていうがね、ちょっと包丁の腹こっちを向いて気をつけないと。自分の手をこうしてね、たまに切ることがあるからさ、気をつけないと。今週月曜日だったかな。月曜日の動画はさ、途中でマイクが切れてて、それに私が気づかないでさ、まあ永遠と一人で喋ってたからね、嫌になっちゃう。こうさ、上の受信機のところのマークを見ればね、わかるのにさ、そこを見てなかったのよ。なんせ、不慣れでございます。不慣れでございまして。よいしょ。まあね、気をつけてみるようにしないとね。よっこらせっと。まあ、しかしさ、4月はね、もう、入学式もあったりさ、ねえ、新しいね、新年度が始まるじゃない。特に何を頑張ろうっていうあれじゃないけど、私もなんか、新年度からまた頑張ろう。年明けには今年は頑張ろうとかさ、思うだけ。思うのはタダだからね。思うのはタダだから、思うだけ。いつもいつも。よいしょ。まあ、しかし、あっという間に月日が流れて、あら。いいよっこらしょ。パパッとほんと早く終わらして、用事をして、あれしないと。で、あら、だった4月2日だった、だった息子の大学病院だった。よいしょ。タイマーかけ忘れてさ、あれやったけど、なんだかんだしてる間に、大根もいい感じで味が入ってそうだから、もう火は止めて、ね、余熱で、よし。で、お味噌汁さ、舞茸から使おう、舞茸を食べたいなと思ったけど、このえのきから使った方が良さげだから、えのき、にんじん、チンゲンサイ。大根も入れたいけどさ、お味噌汁にも大根入れたし、どうしましょう。まあ、いっか。まあ、いっか。よし。チンゲンサイは後から入れないと色がおかしなことになるからね。で、お味噌汁。あら、私何してた？よいしょ。あら、またが、本当にガン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 。ゆで卵をここに置きっぱなし。よし。私はね、この、なんだ、キノコ類は洗わなくてもいいと言われても洗ってしまう。というか、洗わずにはいられないからさ。あら、そうだ、油揚げも出しとこう。えのきがたくさんになるけども、早く使わないと。いつ買ったかな、覚えてないんだよな。でもね、確か3つでね、いくらかだったんだよな。そんなね、古くはないの。冷凍もできるけどね、私ほら、洗っちゃうからさ、洗ってから冷凍したらガッテガッテ固まるじゃん。よいしょ。なんだっけ。こっち側を切ろう。また忘れた。あ、そうそう。チンゲンサイの緑とさ、人参の赤があればちょっと色がよく見えるかなと思ってみたり。いいよ、こらせ。で、味噌汁作ったら次はもう手羽元を炊いて、終わったらもうそのまま私は用事を済ましてだな。なんせね、この、なんていうの、細切れ、時間が細切れなのよ。
病院が夕方の4時からだからさ、とか3時半過ぎにここを出らんないか。いや、3時半過ぎだ、遅いわ。3時20分ぐらいかな。3時20分15分つったところかな。そんぐらいに出ないといけないからさ。そっからだからね。よいしょ。で、場所がわからなかったから、とりあえずトトに聞いて、で、なんとなくトトが、まあ、なんとなくというかトトが教えてくれたから、だいたいあそこかな、あそこを曲がればいいのかなーって感じなんだけどね。よし。だから道がさ、しっかりわかってないから、なるべくちょっと早めに出ないとさ、遅れたらいけないじゃない、やっぱ。よいしょ。あ、油揚げだ、目の前に油揚げを出してるのに忘れて持ちゃこうとしてたわ、もう本当に。よいしょ。すぐ、あの、ガシガシって言った、今。ちょっとね、まだ解凍されてないからね。いいよ、こいせ。いいや。切れるから。よし。あらららら。よいしょ。早めにさ、行ってね、遅れるよりね、ちょっと待つ方がいいもんね。こういうところがおばさんなのかもしれないけどさ。よーし。でさ、お味噌汁はこっちで食べて、あらやらららら。痛かった。よいしょ、こっちで炊いて、こっちであれをするからさ、鳥さんをね。よいしょ。もうあとはさ、手羽元を焼き、で、炊くだけ。今日も簡単でーす。いつもか。なんか今季はおでんはあんまり食べなかったな。おでん食べたかった。ちくわぶを食べたかった。もう多分ちくわぶももなかごとなってきてるかも。あ、ちょっと待ってね。あの、フライパンを温めとくわ。あの、ほら、あれをするからさ、鳥さんを炊く焼きつけるから。私、火つけてないね、こっち。やだ。ここのつけてないじゃん。フライパンを温めとくって。のしたら忘れて。すぐ忘れる、もう。よいしょ。すぐ忘れるな。そう、ほんでさ、今日のさ、動画のコメント。今日はなんか、2月じゃないわ、3月29日の動画のコメントにさ、ね、昆布だしはね、どこのを使ってますかって聞かれたんだけど、これ私はね、コープで買ってるのよね。あの、コープで見つけるまではさ、あの、なんだ、アマゾンとか楽天とかで、梅沢富美男のやつを使ってたの。これはコープで買ってる。これもね、美味しい。でもまた次はそろそろ梅沢さんを食べようか。梅沢さんを食べようかって。あの、梅沢富美男さんが紹介したね、昆布だしをさ、食べたいな、なんて思ってる。よいしょ。ちょっとさ、吹きこ、あれ私、あ、入れたね。今さ、どこ買い出しじゃないなんだ。あー、しじみを入れたかいって思って。よし。鶏肉をまた冷蔵庫から出さないと。これ一遍では焼ききれないけど、こっちでお味噌汁してるからあのフライパン使えねえじゃないか。こういう時にさ、3個ね、ガスのあれが、なんていうの、コンロがあればね、便利なんだろうけど、ないんだもの。とね、フライパンもね、もう温まってると思うんだ。うん、温まってるね。たまたまがコロコロ。たまたまじゃない、水玉がコロコロ。ん?水がさ、コロ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 さ、丸くこう弾くと、いやもう温まってるよーってことだから。よいしょ。だいたいね、ごま油って言おうとしたのに、ごま油を1ぐらい。ちょっとね、手羽元がまだシャリッと。昨日ね、冷蔵庫から冷凍庫に出したんだけど、シャリッって感じだったからさ、よか風にこう、まあ、なじませて、絶対これは水がというか油が跳ねちゃうけども、よいしょ。やっぱさ、この、表面の焼き目、
がついた方が美味しいじゃんね。ちょっとね、シャリシャリしてる。あと、目になんか入った。何？よいしょ。よいしょ。熱っ！テテレ、テテレって五本橋でするもんだ。でも五本橋がやりやすいんだよな。あらららら、こっちだ。大変大変。うっかりこっちばっかり抜けたらお味噌汁の方がブク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 なってた。これね、私、油が跳ねないように浄化する。でね、2分半ぐらいずつ焼き付けてさ、焼き目をつける。まあ、ほんとに。こっちばっかり見てたらこっちがブク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 ってなっておった。そしたらもうお味噌汁は、ブク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 、たぎってたからさ、もういいや、味噌とこう。ほんとにね、一つすれば一つ忘れるのよね。なんなのこれ。一つしたら一つ記憶からぶっ飛んでいくって困っちゃうわよ。びっくりしたわ。よいしょ。で、こうやってさ、武器こぼしたりしてたまに。で、そういう自分に腹が立つ。よし。さあ。で、あとはこれね、食べる前にチンゲン菜。チンゲン菜のお味噌汁もさ、うまいのよね。小松菜と一緒でさ、食べる前にポーンって入れたらシャキシャキ食感が残って美味しいからさ。ちょっと今度こっち、どっからする？落ち着け私。ちょっとさ、用事もあったりするからさ、気持ちだけ急いで空回りさ。何するんだった？あ、そうそう、こっち。これをこうして、今度はこれを温めよう。ちょっとあなたもあっちに一旦避難して。よいしょ。ちょっとなんかなんだかんだしてたらさ、タイマーに呼ばれましたと。でね、1分半、じゃら2分半やとして焼き付けてる。もうほら、まださ、カチンコチンなところもあったからさ、熱っ！さっきこっち行ってたからさ、ちょっとね、長めに来た方が、熱い、油が痛い、跳ね、もうやだ、油がめちゃくちゃ跳ねてるんだけど。よいしょ。もうさ、ちょっとこっちにね、うちはね、寄ってくるからこう、こっち側に傾いてるんだろうね。鹿児島の方もさ、どんぐらい前だったか忘れたけどさ、結構大きめの地震があったのよね。だからその時だと思うんだよなぁ。わかんない、勝手なことは言えない。それでマンションが傾いてるんじゃないかなんて、勝手なことは言えないけど。よいしょ。めちゃくちゃ油が跳ねてる。もう嫌になっちまう。で、こっちは、どうかね。温まったかね。まあいいな、いけるな。よし、いけそう。だからこっちでちょっと残りの何本かだけどさ、もう、早く。見て、この油跳ね、すごい。嫌になるわ。見たらうんざりよ。綺麗なのに掃除。めちゃくちゃ油が跳ね散らかしてる。で、こっちでもう残りを焼いとこう。皮。めちゃくちゃ跳ねてるよ。やっぱね、どうしてもそうよね。ご飯作りをしたりすれば油は跳ねるのよ。ほんで汚れるのよね。よいしょ。嫌だわーって言うけど仕方がないことなんだよ。自分に言い聞かせてる。よし。こっちのタイマーも2分半。よーし。めちゃくちゃ跳ねてるよ。でさ、この油跳ねとかに関してさ、また跳ね、何？なんで？ボンつったびっくりした。
びっくりするじゃん、ボンとか言って消えたら。このさ、ごめんね、頭ね、出てきたの。ね、あのね、また開けたら多分跳ねるんだけど、それをね、見てみるだけできないのよ、聞きたいの。はい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 、こんなことをするからやけどするんだけどさ。よいしょ。はいはい。よっこらと。いい焼き色。よし。とっても素敵な焼き色で。ねえ。ほんとこのままさ、塩コショウだったりさ、黒酢スパイスとか、マキシマムをぶっかけて食べても美味しいのよね。よし。で、あと2分半。この2分半の間に私はまたここを突こうと思ってるからね。ちょっとね。よいしょ。ちょっと危ないけどさ、こんなしてしまう。でもね、わかるちゅう人もいたらやっぱさ、油がね、飛んだら気持ちが悪いじゃない？ちょっと洗い出すわ、君も。気持ちが悪いのよね、ぬるぬるとかさ。ビビビビるからにさ、こんなけど油が飛びましたっていうのが残ってたらさ、すごく嫌じゃん。もうなんかテンションも下がるからね、拭きたいの。で、結局、ご飯作りが終わって、もうここのさ、台所も全部、洗い物とかも進ませた後に、もう一回ここはパストリールで拭くから、最後にね、最後までちょっと耐えればいいなんて思うけど、それを耐えられないの。どうしても耐えられない。よいしょ。まあ、ほんとすごい飛んでるね。よっこしょ。ねえ、すごい耐えられないわけよ。まあ、とりあえずここまで拭いたから、よしとしてさ、あとはまた後からまた綺麗に拭き上げよう。ね、油を拭くつって拭いてたら、今度はタイマーを押すの忘れちゃった。一つすれば一つ忘れる。どうなってんだよ。でね、もうね、これ、チンゲンサイも切ってたやつ。もうザルに入れてこのままビニール袋。あら、忘れちゃった、タイマーかけんの。いっか、どうせ見るから。ほんと嫌になるわ。ほんとにもう。笑い事じゃないよね。まあ、もういいということにしよう。で、こっちね、味をつけていこうか。これを。さっき水分が出ちゃった。まだ溶けきってなかったからさ。よいしょ。ね、二人と、昨日出したんだけどね、でもね。おかしいなぁ。熱い。よいしょ。あらららら。よいしょ。で、これはね、もう水を入れとこう。よいしょ。そしたら水が300。よいしょ。ほらね、さっき拭いたけど、また油跳ねてるでしょ。なんだけどね、やっぱり、一回拭いてリセットしたいの、私。砂糖が大さじ2。よいしょ。よいしょ。そしたらね、油が吸ってるけどさ、私もさ、お風呂に入って寝るじゃない？まあ、ほんでさ、次の日の朝起きるよ。そしたらさ、油買おう。どこまで入れた？砂糖だったね、今。砂糖を入れたでしょ。自分の顔も油よ。びっくりしちゃうわ。濃い口がね、これ濃い口だよね。濃い口が100。よし。100。よっこらせ。よいしょ。みりんが50。よっこいしょ。みりんが50。ジョボー。よし。で、お酢を大さじ2。よいしょ。いい。あら、お酢も買っておかないとなかったような気がする。2。で、よいしょ。おろし生姜とおろしニンニクが、小さじ1ずつ。あら、さっき、醤油がこんなところにこぼれてる。小さじ。開かないな。小さじ1。あ！で、これ。なんだ、生姜。よいしょ。4。でね、ここで私はまたささっと混ぜちゃうんだ。よいしょ。混ぜちゃうというか、馴染ませる調味料をね。ああ、もう、
ここにあったわ、トングどこやったっけかなと思ったら。で、こう、みりんも飛んだ感じになったらよろしいな。で、卵がなぜか5個なのは、4個したら偶数残ったの。だから5個にした。よいしょ。偶数残ってるより、あ、偶数じゃないわ、奇数よ。奇数残るよりさ、偶数の方がいいよね、なんか、気分的に。で、落とし蓋した方がいいのだけど、落とし蓋一応作った。なんかさ、金の落とし蓋も売ってるよね。金。あら、大きいじゃん。ちょっとま、収まってくれるように切り直せばそれでいいか。もう、形は、チンチンバラバラ、切ったかめったかだけどさ。今度は切りすぎたかもしれない。あ、そうでもなかった。これでそうだな。卵のさ、片面ばっかり焼き、煮色がついても嫌だから、一旦、5分にしとこう。5分にし、蓋だった。5分にしてて、5分後卵をクリッとしよう。今さ、一回5分になったからさ、卵をクリッと裏返そう。あら。熱っ。クリッと。あら、まだ、まだしまんな。まあ、いっか。よいしょ。よいしょ。あら、ここもらった。忘れてね、すぐ。で、あと5分。これね、今ね、5分、5分。10分炊いたから、よいしょ。熱っ。よし。もうこれは取っちゃう。よいしょ。熱いな。でももう一回卵をクリッとしてればさ、予感倍に色もつくだろうからさ。でもあとはもう余熱でね。オッケー。よし。これでね、出来上がり。よし。これでね、出来上がり。今日はね、ドタバタ、いつもより多分。いろんなこと忘れたりね。でもね、今日も楽しくご飯作りができました。感謝です。最後まで見てくださりありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。